エージェント、インポスター、あまりもの、あまりもの、あ、ネフレさん、エージェント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 、エ
封印したからね。二人とも悪いよ。俺ら振られたらマスオ行っちゃうからだって。なんでだよ。え、これ小雨怪しいな完全に。なんでだよ。エージェント。エージェント。エージェント株。ずんた株。アマル。俺がインポスターだ。今インポスターだ。俺がインポスターだ。俺がエージェントだって言ってきた。いや一回ずっちゃうあれ。つろつろつろ。うんつろ。やめろ。あこれいいタイミング。耳元で。うわあ。よし。死ね。インポスターだ。助けて。これ本当に俺が釣られるのか。多分。やめよう。いやいいよ。俺はマジで何も違うんだ。確かに何も証拠がないからね。そういうことになる。俺が呼ぶ。何話すんだ。呼ぶんかーい。なんで呼ぶんだよ。何話してたんだよ。え？死んでね。え？早い。いやー。見てないから。これはね、俺ネタで。うん、したらって言って追いかける作戦に出たのね。で、正直が近くにいることも分かってて俺言ってたね。ちなみにね。いや、嘘。いや、マジマジだって、ほんとほんとほんと、近くにいたもん。案内さんと僕は犯行無理だったね。ヌメモはどっか途中でどっか行ったよね。左側のヌメモはタスク直した。最後のタスク、メンテナンス室で。今、みんなで行動しなかった。アマルハテナ。あ、こっちが、カメ、ワイホー、コヨイちゃん、ハテナの4人でした。右側が。うん、あれ、これは。え、で、見直して、最後さ、あれだったじゃん、左側だったじゃん。え、で、アマル君はどうしたの？え、俺だから、いたやん、庄司さんの後ろにいたって。そうなの？ずっと怖くて。え、アンナさんいた？真ん中にいた。俺は見てません。見てないよね、僕も。いや、だって、このあれ、あれ鳴ってる時だよ。え、俺とクレショーはだって、一緒にいたから。違うよ。え、待って、鳴ってる時は、普通にぐるぐる真ん中逃げてたって一緒に。え、いなかったよね、アンナさん。いたよ。俺、誰も。え、この二人？ちょ、逃げてたって言ってるけど、俺追っかけてないの見てるじゃん。いやいや、ガチガチガチ。え、誰から逃げてたんですか。え、だからオフィス最後、待って、ちょ待って、最後、小雨の最後、どこにいたの小雨は。え、ブリッジにいたって。小雨ブリッジにいたと思うよ、最後。これ最後に見たのはブリッジだった。え、みんなで集まってた時。え、でもだってメンテナンス室まで行ってるもん。これはそこでワンチャンやってる可能性もあるから。いや、だってヌメモンだって左で直したのが最後だったじゃないですか。そう、右で全員直してもらって。え、僕これなんかアマル君な気がしてきた。ごめん。いやいやいや、いいよ、いたけどね。じゃあ確認してね。でもちょっといたから。クレイジーショット、クレイジーショット待って。お前らポンコツな。アマルを釣るのはやめよう。お前らポンコツ。怒られちゃうから。怒られちゃうからね。やめ。怒られちゃうから。なすって言ったらお前それ言うの。え？怒るから。もうお前怒るから。怒るから。あんなに泣かないで。なんか怪しい。怒るから。でもだって直したもん。怪しい。怪しくない。俺の直感が言ってる。言ってねえぞ俺今日。怪しくない。ニコニコ。暴れ。暴れ。お前ずるいぞマジで。俺がインポスターだ、アマル。こいつほら見て、またこれやってるって。一回釣っときます、案内さんの。釣ろって。これネタでやってるの。これネタで。こんなみんなが聞こえる場所で言わないだろうって。いや、これわざとないよ。アマル、今お前が。これわざと。アマル、お前今疑われてるだろ。疑われてねえよ。かわいそう。かわいそうだな。疑われてねえよ。アマル。何？俺がインポスターだ。だからお前釣ろって。だからこれだけ、これだけで釣るな、これだけで。何よ。これだけで釣るな。損する。何もう。お前が損する、本当にこれは。何？アマル。怒ってないんだけど。怒んないだよ。だ怒ってないって。アマル、お前がインポスターだって俺、殺されてやるから。だからインポスターじゃないんやって俺、エージェント。本当に違うか。本当にちゃう。なるほどな。じゃあ誰だ。なんでこいつ小声なんだよ、腹立つな。え？お前ついてくよ、じゃあ。どこ行く？なんでだよ。どこ行く？お前怖いんだよ俺。なんでだよ俺。来るなよ逆に。インポスターがこんなこと言うかよ普通に。言わねえだろ。もう殺されるやん。詐欺師が詐欺師ですって言って影響かけないだろ。そういうことだ。インポスターじゃないからインポスターだよって言えるんだよ。わかるかい？僕を信じろ。そうなんだ。僕を信じてくれ。
助けてやってくださいよ。え？じゃあ信じるよ。いやお前に。あ待ってやばい。どこ？目撃中やばい。これちょっと。やばいやばいやばい。助けやる助けやる。助け。助け。助け。やばい。こっち来てこっち来てこっちこっちこっち来てこっち来てこっち。どこ。でもこれアマルどこ向こう行くぞ。アマル。なんだよ。これはインポスターじゃない。どっちだよ。待っておかしくない言ってること。アマルの方インポスター。ちょっと待ってインポスターをやらしてやるって言ってんだよ。ちょっと聞いて、うん、インポスターだったらインポスターって言わないって言ったのに。インポスターじゃないって言ったのに。インポスターじゃないよ本当は。インポスターがインポスターって言うわけないだろ。行こうぜ早く。どこ？それインポスターや。忙しい忙しい。それどこ？こいつインポスターやってマジで。ねこいつ知ってマジで。ちゃうちゃうちゃう。怖いもん。ちゃう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 。どこ行くお前。お前どこ行く？怖いってもう何？お前どこ行くか聞いとんねんお前。こいちゃんこいつ鬼だから俺が死んだらこいちゃんこいつ。俺がこいつが死んだら俺が鬼だよ。違うそうだよ。うん。あそうだそうすればいいか。当たり前だろ。わかるだろバカが。俺死んだら、うん、残念さんだ。そういうことだよ。アマルが死んだら俺が鬼だよ。そうだね。じゃあアナイさんが死んだろ？アマルが鬼だよ。いやそれいいんだよ。これ固まるの禁止だからよ。二人だけにしようぜアマル。いや固まってるんよ二人も。え？わかる？これも固まってるよちなみに。固まってないだろ？固まってるじゃん二人じゃん。固まるでやってんのそれ？いつまでやってんの？じゃなんかこいつらしつこいんだよね。早く行くねえか。お前だろしつこいの。行動してくれれば俺は行くんだよ。お前だよしつこいのは。じゃあお前がついてきてんだぞ。違うんだよアマル。なんだよ。信用してくれ俺を。信用されないと。できるわけねえだろお前あんな会議でよ。今日俺誕生日だぜ。あんなグダグダなお前バースでやりやがってよ。そうだろお前来いよ。説教だ。お前は説教だよ。お前絶対釣られるよ。いや釣られない。俺でも祝いたい気持ちでやったのにお前もうや来年やんねえから。もっとうまくやれよ。じゃあちょっとあの最後のいいやんねやんね。もうないいやんねやんね。もうじゃあいい。もうそんなに祝う気持ちなんだとこっちも最悪だよ。来年やんないとか誕生日の日に言われて。なんでお前本当に。お前が俺が喜ばせただろ。俺はお前を喜ばせるからだ。お前が喜ぶと思ってんだよ。本当だよお前。お前なんでお前こいつ誕生日なのにこんなこと言われないといけねえんだよ。なんでこっちは喧嘩してんだよ。誕生日なのに。お前誕生日だぞお前俺は上がれ俺誕生日だろうがよ誕生日なんだよなんで死んじまうんだアマルとはぐれちまったアマルアマルどこだアマルがいないよえどこえアマル、アマル見てませんか？え？え？お前さんだ。お前さんか。いや違うんだよ。違うんだ。俺じゃないんだ。誰だ？今聞いてくれ。今聞いてくれ。俺はあのアマルがタブレットを持ってどっか行ったんだ。そしたら俺探してたんだそれを。ちなみにオフィスですね。これ。多分オフィスの奥のタブあれオフィスってタブレット置くとこあったっけ？あるあるあわかんない。ちなみに奥のあれですね。奥のとこにあった。本当なんだよ俺は。でもアマルさん釣られあれだったらアマルさん釣るって約束だったから。確かに。聞いてくれよ俺は本当にタブレットで巻かれたんだ。巻かれたの。巻かれたんだよ。この見てくれ俺のダンスを。俺が嘘ついてるやつがするダンスかよ。でも誕生日の人釣れなくね？だよな。いや俺は釣る。でも普通に俺ヴィトンの財布を前にあげたけどね。許します。案内さんは白だ。みんな皆さん白だ。そうだよな。そうだよな。庄司さんがオフィスで死んでたのこれ。いや違うアマルさん。庄司さんもちなみに多分そっち側行ってるよ。え行ってないな。でもあれハテナとさバトルパス？俺はヌメモンが怪しいとずっと思ってます。え、俺最後ちなみにバトルパス俺行ったんですよ。アマルはどこって言いながら俺叫びながら移動してたんだけど、それ多分小雪ちゃん聞いてると思うし見てると思うんだよね。そうですね。なんで言ってくれないんだよそれを。あ、忘れてた。重要だろうが俺が釣られる場面で。これヌメモン今宵なのかな。じゃあ。いやだってヌメモンそしたらさ、仮にあれだったらさ、アマルさんの下で待ってたらくない。これアンナイさんに入れちゃったぞ。え、ちょっとやってやめて本当に本当にダメ。じゃあアンナイさん。入れてない。なんで俺が釣られるんだよ。やばいってダブルキルされるって
ヒゲロー、みんなえ、これ、ワイホーですか？ええ、これも二人殺されたおしまいですか？一人でも殺されたおしまいじゃない？え、そんなにずる？違うよ、大丈夫だよ、ダブルキル。二人、ダブルキル。ダブルキル。え、これ誰が一番やしの？ヌメモンだよ。ヌメモンだ、ヌメモンだ。ヌメちゃん。アンナイさん。ヌメちゃん犯人だ。どうしますこれ。ヌメモンアンナイか。わー、もうやったー。え、どうしますって言ってる。これ任務提唱して、うん、あの、最後のところ貼っとけば大丈夫だから。オッケー、さあ行きます。どこだっけ？フードコートだ。とりあえずじゃん、あの、向こうの方行こう。いやこれ貼っとかないとダメかこれ。いやこれ消されちゃうわ。ヌメモン、ヌメモン、俺らもうここでダブルキルしかない。ダブルキルしかない。これ貼るしかね。もうあと50秒、あと50秒。こっちに来る前、来る前助けを頑張るんだ。殺すぞあいつ。もう一回妨害してやれ。本当に、あーごめん、僕、でもちょっと待って、後ろ見といて、後ろ。そう、後ろ、オッケー。これね、これあいつプロゲーマーだから逃げんのうまいんだよ。オッケー、でもあと20秒でうちらには秘技があります。いいのかい。思ったより寂しいな。思ったより寂しいね。誰もこんからな。これ、本当嫌われ者ってこういう気持ちなんやろな、マジで。あ、こよいだ。よし、妨害します。はい、どうぞ。どこで貼ります？ここでいいんちゃう？ここ。貼りますか、うん、ここ最強だから。ここ最強スポット、うん、ここの一人殺したいな。あ、カメだ。これ長くなっちゃうな試合、これ来てくんないと。あ、ちょっと俺交渉してくる。喋れる、せっかく喋れるから交渉してくるね。誰かいないかな。話聞いてください、カメ。話聞いて。これさめっちゃ長くなるから、やばい、カメめっちゃ長くなるから、カメちょっと多分これ一生来ないから、亀こん中、こん中行こうか。亀こん中行こうよ。長くなっちゃう試合がね。そう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 。亀はいい子だね、本当にね。ヌメモンあと頼みます。あ、ちょっと待ってね、行き過ぎないで。ちょっと交渉してくるわ。ヌメモンがここ待っててくれれば大丈夫だからね。あの、ハテナ、あのね、ハテナ、これ試合多分長くなっちゃう。俺らも勝ち確だから、ハテナ行こうか。うん、自首しよう、自首。はいはい、ハテナ、自首しよう。自首したら救ってあげるよ。ハテナ、ハテナ、自首しよう。誰も釣れない。これ一生ここで長引いちゃうから、自首して。ハテナ、自首して。これ2時間ぐらいやる？ハテナ。ハテナ、2時間やる？これ。2時間やる？わかったわかった。じゃあ、ハテナ。特別にいいよ、押して。俺はもう改心した、許す。あ、ほんと？あ、よかったよかった、うん、大丈夫よ。やっぱ改心した方がいいよ、うん、ね、改心したよね、うん、もう離れて、改心したよね、うん、いやーあーいやー初戦、いきます。最初からスピーカーミュートね、はい、インポスターやりてぇなインポスターがやっぱ。案内さんうまそうだな。案内さん怖いな。案内さんすぐ来そう。俺最初インポスターになったら俺のこと最初殺さないで。いや、配信してるからさ。配信してんだもんね、キャプテンは。うん。絶対殺さない。絶対殺さない。絶対殺さないから。大丈夫、大丈夫。これ昨日配信してたのに、そんなの出てきた。殺さないよ。殺さないよ。怖いな。お前が。もうあまり殺してやるって決めるんだ。もうね、みんな集合した段階で誰殺すか決めんのよ、インポスターやると俺。案内が。インポスターゴーイ。イエス。ということでね。インポスターでございます。さあ誰を殺しましょう。キャプテンを殺すか。じゃあいや、ちょっと待って、俺が疑われるやつじゃん、これ。これ完全に見てた。俺はベル君がタスクしてるの見てた。俺が、あのね、マップ見てほしいんだけど。はいはいはい。で、俺は、フードコートで、フードコートだね。で、掃除してたの、投げて。この子入れてたんだけど、
でバナナになる瞬間の前に、はいはい、キャプテンとリアン君が兵器研究所の方に向かって走っていくのを見たの。兵器研究所、うんうん、で、うん、で案の定見に行ったらキャプテン死んでたからリアン君です。これはいや違う違う違う、俺オフィスにいたもん。俺はいやいやいや、うん、俺はブリッジからメンテナンス室に行く途中でフードコートのところでベル君がタスクしてたからしてたの見てたから多分ベル君は白だと思う、うん、俺は。俺、補給物資工場から今科学捜査班室にいるんだけど、うん、オフィスに行ったんだよね、リアン君。すれ違ってないの？うん、俺オフィスにいた。すれ違ってないの？だから俺誰でも会ってない。あー、なるほど。最後、でっかい電池持ってた人誰ですか？でっかい電池だった。そう、誰それ？俺待った、それ。俺じゃない。俺はあのメンテナンス室であのブレーカーのタスクしてたから。いたね、確かに。でっかい電池抱えてた人。え？わかんねえな。いやリアン君だ、え、リアン君走ったでしょ、ブリッジから兵器研究所の方に。俺キャプテンと一緒にいなかったよ、普通に。だってほんま俺ずっと一人じゃあ一人だけ電池の人だけあったもん、俺。でもさ、俺がフードコートで見た時にベル君がもしインポスターだったら偽りのタスクをしてた可能性もあるかもしれない。あ、確かにそれはある。うん、でもいやあるけど、俺ってたらマジで。え、どうすんのこれ、スキップでいいかな。あ、さっきのあれ、これも言うんだったら完全に。じゃあ2人いるからね。だから俺は俺あまりそれ怪しくなるぞ、あまりが。俺あの流れで俺が殺すわけねえだろうが。俺絶対疑われるじゃん、絶対。確かに確かに。今出してくるあまりやばくない？容疑者にも上がってない俺を。え、でも結構性格悪いよ、これ倒したやつ。確かに確かに。キャプテン配信してんのにさ。えぐいえぐい、やってることあまりじゃねえんだからこれ。俺キャプテン配信してんねん。泣いてるよ。あ、泣いた。さあ、配信中のキャプテンをね、ちゃんとぶち殺したので、最悪だ、やってること。これか。ベビースキャン。あれ、どうやってやんの？あ、待って、リアン君行ったんだ。リアン君が死んでた。どこで死んでたの？瞬間移動させられた。そうだよね、瞬間移動したからもうごっちゃごちゃになったよな。ごっちゃごちゃになった。俺どこ行ったのか覚えてないんだよね、その前。オフィスの廊下のあたりで死んでました、リアン君が。これ二人いるんすか？いやー、わかんねえな。残り一人って出てたんで。残り一人だったら一人なんだ。あ、一人か。え、ちなみにこれさ結構ぐちゃぐちゃになったじゃん。え、俺最後どこ行った？俺ハテナ最後俺どこだったっけ？ね、島の監視所あたりにいた。俺は科学捜査班室かな。リアンと最後一緒に最後の目撃情報を洗った方がよくね。あ、ハテナわかる。ストーム、あの裂け目出る前にリアンさんとベル君が監視所からバトルパス修理工場の方に行ってるのを見ました。そう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 、行ったの見て、はいはいはい、これはそのバトルパス修理場のとこでなんかやってたのタスク。リアン君が駆けって行ったのをそのオフィスまで多分走ってって、その多分倒して裂け目で移動したんだと思うよ、犯人は。なるほどね。なるほど。え、でもってことは経験者だな結構。うん、なんかスキル結構うまく使ってる感じあるもんな。アネさん？確かに俺は経験者だけど、それを言うならアマルもハテナもやってるからな。なんで俺にこう、アマル俺に濡れ衣を着せようとするな、今日。濡れ衣じゃなくて、普通に。アマルじゃ何してたの？じゃあ。俺は、あのね、コールドさんいたはず一緒に。うん、いた。あ、そう、途中まで一緒にいた。途中まで。全然怖がんないのよ。だから、なんか一緒に歩いても怖かったりしないから、コールドさんでもね、警戒してたから、コールドさん違うなと思って、俺。うん、俺も違うと思う。アマルさんも一緒に来て、で、アマルさんもちょっと警戒してた。2人はもう大丈夫って感じなの？大丈夫だと思う。え、なんか多分普通に、俺もそれは思う。アンデさん、これだけお化けだから、アンデさんが殺したんだって。いや、なんだろ。やめろ、お前を殺したい、俺は。
でもスキップ変なあのあんまりしょうこないしスキップじゃね。なんかスキップをしますねよく。オッケー、俺もスキップ。まあ、確かに。ああ確かに、ね。もういちいち濡れ衣じゃんもうそれ。やってることやってることやばいからね。俺がインポスターだったらベル君殺すから。これでベル君殺したら俺疑わないで疑われるの。ああやばいよこれ。ちゃんとね、タスクはやってね。次の犠牲者は誰でしょうか。これでうまく殺したんで隠れて。うん。いやこれ死んないとやばい。ゴールドさんね。死んないとやばいよこれ。え今みんな最後どこにいます？最後俺はねブリッジらへんだね。うん。島の監視場に俺は最後いた。なんかさ俺ベルのこと見てたから。うん。見てなくね？いや見てた。俺ね隠れて見てた。あのしっかり仕事してるか。でなんかオフィスかな俺多分。かえ？しオフィスどこにいたんだっけ？島の監視所でしょ。オフィスは全然違うよ。だってさこれさ今マップにさ映ってんじゃん。あなたはここにいるんだって。だからどこにいたっけ？なんでお前わかんないの？バスがあるとこどこじゃ普通に。バトルパス修理工場。だからあれちょっと怪しいなお前。お前さっきから俺疑ってくるし。俺に俺を黒塗りするしな。いやこれやばいね。俺じゃないよ本当に。お前だ。いや俺でもちゃんと明確な位置言えなかったの余るだけなんだよな。だから違う場所が分かんなくて言っただけだから。はいはい、ベルのこと見てて。じゃあベル君が島の監視所にいるのは絶対見てたってことは、うん、ベル君は白証明できるよね余る的に。待ってベルさんどこにいるっつった。あれパスのとこにいたよ。俺島の監視所だよ。えバトルバスのとこにいたよこいつ。嘘ついてるわ。いや行ってから。バトルパスのとこでなんだこいつら。なんだこれだよ。なんだこれややこしくなってるけど。え、ちなみに死んでたのはコルドさんは多分兵器研究所のなんか廊下のとこで。はい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 。泡となって消えた。じゃあアマルはベル君に白塗りできんじゃない？白照明。いや、できない。ちなみに俺アマル見てないっすよ。俺ちなみに俺アマル見てない。アマルでいいんじゃねこれ。ちょっと待って、どうしよう。釣らない方がいいか。釣らない方がいいわ。うん、釣らない方がいいかもしれない。スキップやばくない？いや、スキップだろ。どう考えても。大丈夫かな？ね、え、どうすんの？じゃあ、アマル行く？え、スキップ入れちゃった。スキップでいいと思うよ。俺やばいよ、普通に釣ったら。白だよ。いや、アマル動揺してるなんか。アマル怪しいな。多分ね、下手なんだよな、普通に。なんだこれ？誰だ？ナイス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 。ビビった俺。いけてる。最後に殺されるかと思ったわ。ね。いやえ、これ、アマルさんじゃない？これ言っていい？ごめん。あのね、サムネ直してた。ずるいよ。それは、急に。いや、急にじゃないよ。え、だってさ、あの後さ、ベル君なんかヒューズ持って走ったやんか。走ってた、走ってた、走ってた。で、俺、ハテナと一緒になったけど、ワープされて殺されるかと思ったけど、殺してこなかったから。殺されなかった。多分、アマルだと思うんだよな、俺。俺ガチで違うぜ。だからベルなのかな、わかんないけど。いや俺じゃねえ。俺は本当に違う。なんか怪しくなっちゃってるけど。怪しいね。怖い。単純に下手。怖いよ。
結構うまいよ多分。いやうまいのはやっぱねハテナなんだよね、慣れてんの。あと案内さんも、いやふざけんなよマジで。昨日やったばっかだ、みんなと一緒だ。ハテナばっかっていうのアマース100回ぐらいやってるから。いやまあでも確かにでもでもアマルじゃね今の感じだって。俺ハテナに殺されなかったもん。こんなにうまくできない俺は。だって結局誰か分かってないじゃん、これがうまいか。でもうまいんだったらあそこで俺殺しとるんだよね多分。ちゃんとインポスターだったら。いやうまいからこそでしょ。だから殺さないの。ベルク何人入れた？スキップ？俺スキップ。まずスキップ大丈夫？インポスターにやられるの？スキップじゃないならアマルさんになるよ。だってアマル行こうぜ。アマルやばいよ。いいの？俺入れたけど、これ違ったら俺ハテナ怪しくなるかな。ハテベルクは多分白だと思うんだよね。無理だよ、ベルクスキップに入れてアマルさんスキップに入れてるからどっちみち釣れない。あアマルで怪しいねめっちゃ。いい、俺じゃあ入れてもいいけど負けるよ白。お前らのせいでバカな。え言うやん。急にめちゃくちゃ言うやんか。いいよ別に。じゃあ次。バカども。バカめちゃ言うな。なんかもうインポスターじゃなくても釣りてえわこいつ。あんないぞ。誰を殺そうかな今日は。エタルモアマルお前だよ殺すのは。誰だ。やった肩やったじゃん。いいねお前かよ。お前かよ。やべえってこいつ超下手なんだから。マジかよお前。なあ行くぞ。じゃあ2人でどんどん行こう。来ねえしあいつ。まずはね、どうしような、固まってるな。私もこのプロゲーマーたちのこのクリアリングのさ仕方よ。とりあえずこれ持っていこう。これ持ってたからみたいな。で、出すかちゃんとキャンセル。どうしよう、殺さないとな。ちょっと待って、マジで。ちょっとアマルさんどこかな。アマルさんやっててほしいな、この間に。頼むよ。誰も死んでないんじゃない。本当に。ちょお前来いよお前。
来いよ。お前来いよ。お前何やってんだよ。二人で行動して二人で殺すぞ。もうどうせ殺してねえんだろ。わかんねえ。あれ殺しに行かない。シュートとコア殺してえな。ガンキツメダル殺すのかわいそう。食堂に来たやつをまた殺しに行こう。一人死んでる。え、本当だ。え、最後真ん中にいた。え、めっちゃいましたよね。でも最後めちゃくちゃいた。ワープ後も結構ずっと密集してたね。ね。うん。アナイさん。何？僕は見つけてしまいました。何を？え、誰？あの、うん、アンナイさんが押す瞬間の前に、うん、フードコートでアドミさんが死んでるのを見ました。はい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 、はい。緊急の行動だ。瞬間ってこと？いや瞬間じゃなくて死んでましたね。あ、もう死んでたんだ。なるほどね。はい。え、ワープ後？ワープ後？ワープ、いやわかんないです。ワープ後かわかんないけど。いつ死んだかわかんないよね。多分直近じゃないってことはね。うん。え、じゃなんでそれを？でもワープ後じゃない？あ、確かに。ベルクはなんでそれを？やろうと思った瞬間に あの案内さんに伝わったから。はいはいはい。ワープ前私あれいなかったっけ？フードコートいた？あ、メタルいた。ワープ前いたよ、フードコート。誰がいたそれ。え、覚えてない。し、シンクさんいた気がする。あ、いたよね。いたいたいた。シンクも死んでるから、シンクも死んでるから、その後だね、多分。じゃあ、鬼は一緒に行動してるってことじゃない。あー、僕、あのなんかさっきコアの後ずっとつけてたんですけど、これ、はい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 、なんか、インポスターはあのタスクやんないじゃないですか、やったら多分すぐ終わっちゃうから、はい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 、で、タスクしてない人かなと思って、はいはい、コアのとこつけていったらなんか、コアが全然してないんですよね、はい、コアしないなと思って、はいはいはい、俺、コアのこと見てたんだけど、うん、スイッチ持ってたんだよ、スイッチみたいな、はい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 、でも、はい、スイッチ持ったままいろんな変な部屋入ったりとかして、見た見た、私も見た。分かってないか。後ろついてきててちょっと怖くて。いや、怖やってます結構。なるほど。逃げてました。ああ、まあとりあえず怖入れてもいい気がするんですけど。いや、スキップでいいと思うよ俺。スキップだな。うん、スキップ？まだ余裕あるこれ。人数多いから。いや、ああ大丈夫だ。詰めてやばくない？うん。メタルは、ね、メタルはコアに入れたのね。いや、壊れるのか。わかんないんだよね。それ、え、いい感じ。なのか。でもさ、タスクがさ、これきついよね。68あるから結構マッハで殺さないと。あんないぞ。キャンセルしないとね。シュートが結構ね、ガチ勢だからな。お前来いよ、一緒に見た方が強いわこれ。
ベルが死んでるね。どこ？あ、一人だこれ。え、ちょっと一つ僕見つけたんで一つ言っていいですか？うんうん、はいはい。コア君はそれちょっとスレッフって死体横にあったのに先言ってたけど気づいてなかったの？それとも？あ、気づいてなかったです。それで戻って気づいて押しました。あ、押そうとしました。はいはい。これね。さっきさ、コア君が怪しいってなってたじゃん。はい。で、正味、あの、ずっとコア君つけてたの、今回。はい。はい。で、コア君つけてたんだけど、タスクやってた？あ、コア、僕が多分タスクしてないっていう怪しいっつって瞬間に、僕も最初だけコアやったん、コアのとこ行ったら、はいはいはい、コアが真っ先にタスクやったんですよ、多分。それ、あや、だからコアマジでこれ怪しいんですよね。あ、まるお前だろ、お前。やめろよ。俺が見てた瞬間にミニガンで撃ち始めた。ああ、そうそう、キャプテンさんと僕多分見てました、これ。いや、自分、あの、ね、だけど、ここで1人死んでるじゃないですか。うんうんうん。ここで1人死んでて、俺のことずっと後でついてたっていうことは、俺、やるときなくないですかね、今回の場面。いや、いや、違う、最初。やってなかったんやけど、まあ、2人いるから。とりあえずこれ壊っ、でも壊っつって違ったら2枚だから。まあ、そっか。ああ。俺は、俺はマル釣りたいな。やめろよ。個人的な気持ち、これが。個人的な気持ちが。いや、うるせえな、やめろ。やめろ、どっちかされんだから。え、どうすんのこれ。どうするよ。いや、俺は、コア君、つっといていい。俺見てねえからな、コア。ああ、はい。え、なんでアマル君はコア君つっといていいと思う？え、怪しいのと、俺目線ね。あの、あんまタスクやってるように見えなかったんよ。その最初やってたっていうのはそうだけど、ずっとつけてたの俺、後ろから。ああ。これまずいよ、入れないと。で、いや、これ怖にっていい気がするな。じゃあ怖に入れるよ、俺。ああ、はい。じゃあ入れるよ。絶対怖や。俺は釣りたくなかったけど、怖に入れるね。怖じゃなかったら、あまるくん俺黒くなるよ、これ。5がスキップ。マジで？まあ、俺、でもいいけど、でも、白、ミスするとやばくね？全員が白っすね。いや、ごめん、もし違ったらごめん。ガチ言ってる？白？これ、うん、うわ、マジや。やばい、黒確定。あんないぞ。殺せよお前この野郎、だいたい人数で分かるだろうが。あぶねえ、あぶねえ、あぶない、あぶない、誰だ誰だ、ねえ、俺は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 、何やってんだよ君たちは。本当に案内さん、案内さん途中絶対僕のこと殺そうとしてますね。いや違う違う違う、あれはね、あの全然一緒にいるアリバイ工作、あれ全然もう殺した後、あれ殺した後、ベル君。いやアマル君かなと思ったけど、まさか案内さんだよ。ガーナよ、やったら案内さん。いや本当に最後分かってよ、殺せば終わりなんだから。こんにちは。あ、女子だ。あ、女子だ。え、かわいい、誰？こんにちは。これ、名前なんて言うんですか？コロンって言います。女縛りありますか？あ、いいね。はいはい、いや、女縛りなんて絶対やだもん、本当に。地獄なんだから。いや、もう、案内さん、飲まれる？案内さん。よろしくー。よろしく、どうも。お構いるな。お構いある。気持ち悪い。あら、あら、やだ。うるさくない？マジで。会話の邪魔なんですから、あのクソデブ。おい、あ、会話の邪魔なんですけど。オフはいいよね、ここでは。ここではいいわよね。あら、やだ、かわいいじゃない。どういう骨があるわ。あー、いいお尻ね。うまいじゃない、テクニシャンね。ここでは勘弁してくれ。あら、怪しいわよ、あなた。いや、これ、一応行くわよ。ちょっとこれ、やばいんじゃないの。どんどん近寄ってくるわ、あの人。ファン減らんかな。怖い、今のあれ系やな。ほい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 。やだやだ、今目の前で殺されたわ。やだ、目の前で今殺されたわ。聞いた聞いた、
ありがとう。ネジ君がぶっ殺しました。アリコがやってました。あのね、目の前でなんか指差し合ってたの。ちょっとしかもブスがいるんだけど。やめてよ。ブスうるさい。もう一人見てたよ、目の後ろから今。誰見てるの？今到着した時にちょうど報告されたの。なんか二人とも見てるのか分かんなかった。ちょっと待って。ちょっと待って。聞いてる？ちょっと待って。聞いてる？ここでしょ？やだ。やった！アナコなんですけど、この潜入者の背中なんだけど、ひまわり可愛くない？やった！かわいい！かわいい！かわいい！すごい！ひまわり可愛いって言ってる自分が可愛いと思ってるでしょ。なんであの人がそういうこと言うの？え、ひどいこと言うじゃない、あんた！やだ！あいつ釣る！課長さん！あいつ釣っちゃう、あいつ！ほんとに！あの、ちょっと…あんたみたいなやつ一番嫌いだから！あの、喋る前に名前言いません？どういう声か分からないわ。そりゃしょうがないわ。ちょっと自己紹介しましょう。あら、いいわね。1番から私、翔子、よろしくね。2番さんどうぞ。私、しずすけよ。あなた男みたいなのが知るじゃん。時間がないわ。早くしてちょうだい。早く、アリコ行こうよ、アリコ。アリコよ。アリコに投票するわよ。え、違うわよ。待って、流されないで。6番、無事故よ、無事故。絶対無事故よ。もうみんな何やってんのよ。危ないわ、本当に。ちょっと自己紹介しましょう。アリコよ。あとは、アマルが死んでることもうちょっと触れてあげてほしいな。あ、そうだった。ごめん、アマル。元から影薄い存在だから誰も気づかないよ。アマルって面白くないと思うし。アマルが。気持ち悪。カオスすぎるんですけど。あれやだ。ちょっともうやりたくない、もう。女の子縛り。気持ち悪い。あら。ヘルメットの、あ、これは危険ね。しょうちゃんが真ん中にいるわ。昔、おかまのどんちゃんを。なんでだよ。あれ？死んじゃった？あがった！どういうこと？ちょっと待って、自己紹介からやらね。じゃあ6番ちゃんから。はい、6番、レジェコです。やった！やった！やった！お願いします。おめでおめで早く言えよ。次次8番、8番、8番、コウモロコリク8番、やったー、かわいい。次はもへその汁じくじくアリコです。かわいい、かわいい。ちょっと待って、あの精査して。死んだわあの子。まずどこで死んでたのか知らない。知らない。どこ、誰が押したの、誰が押したの。潜入者ネケマル、あんたどこで見たの。やだ、喋らないじゃない。タイムラグがあるわね。ブリッジ、ブリッジってどこよ。ちょっと待って、その前に、ちょっと待って、レジコって私の裁判はどうなってんの。確かに。あ、でも、今この話を聞いた方がいいんじゃないの。っていうか、なんなら私もブリッジで待ってたら突然右で死体があってめっちゃ笑ってた。なんか、めっちゃ面白くて。なんで気づかないのよ。なんで気づかないのよ。なんで気づかなかったの。本当に。ちょっと待って。知らない。本当にブリッジでネケマルちゃんと一緒に遊んでたら、後ろ向いたら消したがってから。なんであんたたち気づかないのよ。本当に見てないの。ネケマルちゃんうなずいてるわ。なんで気づかないのそれ。だから私たちはセーフなの。あまりさんはあなたたち鬼同士じゃないの。おいや、あのレジェットレジェットの私のレジェットレジェット、間に合わなかった。やばいって、これやばいよ。これやばいよ。マジか。やばい。この声、議論が進まない。誰が喋ってるか分かんないもんね。マジで分かんない。誰が喋ってるか。デブいらない。もうこのデブ発表したの誰だよ。もう嵐だこいつは。もううるせえ。うるさすぎマジで。これどうもな。霊界でもやるのね、あなた。今回はもうどんちゃいよ、それ。アンナさん倒すわよ。気持ち悪いわ。アンナさん、おかまに興味ないのよ私。アンナさん、なんだ。あなたよく見るとブスね。あの、あなたこそオブスじゃないの。あなたほんとブス。でも、かけられ。
本当にずんぐりむっくりのあまるちゃん。いやだ、誰がずんぐりむっくりだね。本当化粧濃いわよあなた。あんたいらっしゃい、もうこっち。本当にあなたは買い物ばっかして、本当に持ってましょう。あんたにピンカしてあげる。あなたこっちいらっしゃい。うるさい、どこにいるの。おだまり、おだまり、あなたおだまり。おごった、ちょっとおごった。いやもう霊界でやるの嫌だ。そうだね。おごったー。ちょっとどういうこと。あれ、ミジコ死んでる。あら、アリコだ、アリコだ。モロコも死んでるわ。アリコだ、絶対アリコ。二人死んでるわ。いや、これはベルコじゃない。いや、あとブスだと。アリコとクロコだ。あとブスよ。ブスはいらないわ。ブスはいらないわ。ブス、ベルコブスよ。いけるわこれ。アリコ死んで、二人とも。ベルコはベルコつら。チンコ、あとどう思うの。身内切りよ、これは身内切り。ブスだと思う。ニチギリよ。ヘラこの二人だ。シンコどう思うの。あいつブスだわ。私もあの君入れる。よっしゃー。シンコ、シンコも入れてくれるの。ありがとう。アリコ、アリコ、みんな3人ともアリコにいる。みんなアリコにいる。ブスはかわいそうね、ブスは。ブスだと相談してくれて。かわいそう。ブスだ。ブスやばいな。ブスに来たぞ。ブス、スティキアシのブス。ダメベルコ。髪の毛とけ。あらごめんなさい。あらごめんなさいね。マジでうるさい。やめよ、やめよ、やめよ。本当にうるさい。本当にうるさい。でもやっぱり、やっぱり庄司さんの一味は庄司さんの言うことしか聞かないよ。あのが。あの滝から出てる。あのマイナス、マイナス。イオンだろ。はい、ということでやっていきましょう。エージェントです。読んだろ。さあということで、エージェントしか来ない日もあるということで、やっぱね、取れ高的にはインポスターをやりたい、やりたい。俺はインポスターをやりたい。くそ、あ、やばいなこれ。クレイジーショーちゃん怖いね。あ、でもやってるよタスク。おー、壊したね、壊したね今。怖いね、怖いね、ショーちゃん。あれ、俺これどこになんだタスク。あ、壁の向こうか。あのゆっくり歩きめっちゃ怖いね。あ、出た。出ました。あれ殺してこないんだね。え、ってことは俺の中で結構白いぞ。殺してきそうなもんですけどね、あんなもん。メジ君、アマル、怖いね。レジ君ずっと持ってない？同じミッションするのか。見しない。ベルコ、ベルコ、え？ずっとかない？ベルコ。ベルコばっかしか来ないんだけど。なになに、見てよこれ。ベル君、ベル君出会ったよ。めちゃくちゃ死んでるこの辺。やばベル君とアリケンか。まあ、このペアばっかじゃない。科学めっちゃ死んでる。わわ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 。科学研究所なんで。え、ちょっと待って、強すぎん。やばアリケンベルコじゃない。うん、あのちょっといい言って。ベルさ、すげえインポスターの時俺まあよく死ぬから見てるんだけど、こいつインポスター歩きしてた。しゃがみながらいつも一緒で歩き方。いやいやいや、お前だわ。何その歩き方で決める。でも僕ベル君には一つあって、ベジェ君は確実に白っていうのが一つ分かってて、このダブルキルの状態でバトルパスに一人だけレジ君がいて、飛んだ時に僕レジ君見てたから、レジ君は白なんよ。でベル君が科学研究所でいて、誰かもう一人奥にアリケンか誰かがいて、しかもどのタイミングですか。どのタイミングですか。ワープ前、ワープ前か。はいはいはい。だからベル君は黒だと思う。これは 100% 僕合ってると思う。俺もアリケンのところな。俺も普通にフードコートにいましたよあの時。いや、俺はずっとミニガン、俺はずっとミニガンのところにいた。ミニガンのタスクやってないのはなんでアリケン。俺タスク一回もやったことないで、この1年間。この1年間釣った方がいい。ちょっと焦った方がいい。いやでもこれはまずベル君釣ってると思うよ。いやだけどなんか今回庄司さんがめちゃくちゃなんか全部仕切ってるじゃないですか。ずーっと1回。じゃあ甘く仕切って。だからベル君。いや
ベル君のところよ。俺フードコートに、いや俺あれあんまり見てないじゃん、そもそも結構インポスター歩きしてたよ、見たけどずっとは見てないじゃん、ずっとは見てなくて、うん、待って、待ってフードコートいたよって、ちょっと待って、いや、じゃあだって僕科学研究所にいたの見たもん、いやそれ見てないよ俺、どうすんの、どうすんの、待って、レジ君ですよね、いや見てない見てない、入れていいのこれ、どっち、え、入れていい、やば、待ってごめん入れてない、うわ最悪、やばいじゃん、何やってんの、やばいよ、え、3番アマル、お前やばい、アマルポンコツ、え、うまいしか、え、やばいやばいやばい、やったわ、ちょっと待ってこれ逃げれ、ポンコツ、すごい、本当に初心者、アマルさん、いやアマルさん初心者ですか、アマルさん初心者の方ですか、いやいい考察入ってたのにな、ねえアマルさんめっちゃ良かったのに、これはもうやらかし、これ大ポカでしょこれ、大ポカでございますよあなた、アマルさん、インポスターあんだけ動画上げてると思えない配信をあのやつやっておりますね、アマルさんこれ殺されるぞ、いやでもこれ呼ばないとどっちでしょ無理なんやな、いやでもこれ絶対呼べない、逃げろ逃げろ、終わりだ、ダメそう、これダメだ、ちょっと待って、おーい、ダイス、おーい、ねえ、アマルくん、やばっ、アマル、お前、インポスターの動画上げるのやめた方がいい、本当にどうでしょう、いや、俺ね、違う、俺なんかね、迷っちゃったんだよね、今、確かに、確かにね、まあ、最悪、いや、でも、いい、惜しかったいい、ちょっと、でも、これは、アマルさこれはめっちゃ良かったのに、ね、いや、もう、どっちかに言うしかないよ、そう負け確定決まるのに、ね、これが最後の動画ですね、インポスター、うっ、マジ、えぇ、これ俺ミュートになっとるかな、あ、なってねえわ、ほい、さあということで、乗客やね、乗客、いやもう乗客をテルテルとかさ、シェリフとかやりたいよ、俺もやりたいやりたいやりたい、なんで来んへんのやろな、乗客多め、乗客とインポスターのみ、あれ俺どこにおる、これ、あ、ここか、庄司が、あの庄司静かじゃない庄司さん、庄司さん、さっきのあのファッションの時のあれでそこから静かになったから、ちょっと俺変失言したかな、失言しちゃったかな大丈夫かな、みんなロビーに、あ、出たよこれ、エニマーさんとは、いいね、マナちゃんをね、閉じ込めてる。あ、ヘニーパーティー。ここで待ってよ。来ないかな、マジで。ダクトから人が出てくるのを見たいんだよね。さすがに。キルはない？これ見える位置にいようか、俺。ないね。こっから見えないんかな？あ、見えんじゃん。これさ、これここにいたらバレんだよね、多分ね。その衝撃映像を撮りたいな、ここキルされる可能性めっちゃあるんだよな、2番いたぞいたぞ、今いたぞちょっと待って、誰だ誰だ誰だ俺の、すいません、すいません、これ、俺今、すごい衝撃映像が撮れて、ダクトを覗くと見れるんですよね、誰がなんかいたら、は？2っていう文字が、ダクトの下にピュンって出てきて、ヤスズワイパーです、これこれマジで笑っちゃったんだけど、ヤスハイパーダクト見ました。いや僕はずっとセキュリティールームにいましたよ。セキュリティールームのダクトにいました。こいつ。じゃなんか違いますよ。俺ダクトこれ上から覗いたら見えるんかなとか言って一個一個チェックしていったら、あのヤスハイパーがダクトの中にいました、こいつ。あ、白だしの人間いるっすよ。誰9番さんっすね。9番が白だし、絶対白この人。あ、確かにエリマさんとマナさんがどっちかなと。いや、エリマさん待ってください。うん、案内さんが嘘ついてるかもしれない。いや、で、じゃあ案内さんを釣れば。じゃあまあそうね、まあ俺も釣ってもいいけど、逆にゴールすると、
テルテルとか分からないですか？まあそうだけど、2番はテルテル絶対ないから、俺があっても俺がテルテル。2番は、あの、確実に人狼。え、インポスターしかダクト入れない？入れない、入れない。2番は。その、アンナさん以外に、その、2番のダクトナンバーを見た人いないんですか？いないだろ、そんなもん。ダクトの下を覗くやついねえもんだって。めちゃくちゃ面白かった。これいるんじゃねえとか言ったら2、はい2って書いて、俺もうそこでロビー戻ったんだから。あるんだよな。2番マジで。はい、動画見てください皆さん。面白いっす、マジで。マジでおもろい。おもろ。そんなことあるんや。びっくり。こんな負け方したくねえよ。めちゃくちゃ。どんな負け方やね。めちゃくちゃダクトいたもん。どんな負け方だよ。マジでダクトいた。もうマジで意味わかんねえ。こんな面白すぎだ。ダクト入って、これ見られてないでしょ。見られてない、見られてない。ここではね、ここで見られる。これ見られてないやろ。見られてない。下からは見れんのや。出るか、出るか。バレてないと思っとる、アホや。いや、足音わかんねえこれ。わかんないね。あ、本当に見えない。変に動かない方がいいよね。バレてます、多分。もうバレてます。俺が多分通報しにと。あ、動いて。今度まだバレてないと思ってる。オッケーオッケーオッケー。オッケーじゃない。すごい衝撃映像があって、ね、はい、あのダクトを覗くと見れるんですよね、誰がいたら。は？にっていう文字がダクトの下にピュンって出てきて、ヤススワイパーですこれ。マジで笑っちゃったんだけど、ヤススワイパーダクトいました。いや、僕はずっとセキュリティルームにいましたよ、皆さん。ダクトにいました。皆さん、皆さん違いますよ。いい顔だな。こんなうまくいくことある？こんなさ、だってさ、あれこれ見えるんじゃねみたいなさ感じで、こうやってやってさ、うん、3つ3箇所こう全部こう見に行ったらさ、マジで面白いよな。2杯に安さいばっかり。面白すぎる。すっごい面白かった。あ、よかった。最後なんかめっちゃ疲れてたからさ、もうよかった。あ、めっちゃ爆笑をもらったわ。面白い。安さいば、概要欄に貼っときます。はい。うん、面白い。安さもね、あの、みんな配信してるからね、みんなのとこしていくと面白いかもしれない、みんな。ああ、見たい。向こう視点でも見たい。向こう視点でも見て。ちょっと赤、本当に面白い。こんなうまくハマることあるんやね。こんなことある？俺初めてやで、ダクト見たん。ダクト見たんが、ああ、終わるかもしれん。終わっちゃうかもしれん。誰だよ。こっから移動できないから見れない。ああ、面白い。ああ、面白かった。いや、バカおもろいじゃん。何よ。エリマン。エリマン。え？アンナイさん？アンナイさん？え？死んだ。アンナイさんが死んでる。え？二人死んでる、二人死んでる。エリマさんは絶対違う。俺あれっす、近くで角待ちしてロッカー入った瞬間ロッカーで閉じ込めてる作業してる。マジでやばい。僕とエリマさんは一緒ロッカーで閉じ込められてたんで、この二人は多分白。どこで見つけたんすか、この。あ、見つかったのか、この二人。そう、ペンギンがグワングワンって編んでたから、あの、終わった後にすぐあのレビューのボタンを押しに行った。これベントな気するけどな。ペンギンベントな気はするけどな。ペンギンでキルした時にペンギンの状態でベント入るんですよ。ああ、あれか、あの案内さんクラシック。そうそうそう、案内クラシック。案内クラシック出た、いいね。じゃあロッカーはありえないですね。俺らありえないですよ、だってセキュリティルームと。あと一人、あと一人いたよね。俺もロッカーいて、レストランでね、案内さんめっちゃ前に見たけど、それ以降見た。え、ロッカーあと一人いたん誰ですか？確かなんか団子三兄弟みたいになってたよ。私エレベーターのダクトを覗いてました。誰かいたらおもろいもんな、マジで。ダクトにね、もう一人連れてるし。そうだね、確かに。一旦これ一人消えたとしても、これえ、これ今二人構えてません？あれ一人だけ？一人だけっすよ。別に一人は連れてんじゃない、これ一人だけか。面白い。こいつちょっと、こいつの、うん、ここ、安サイバーちょっと見たい、普通に。ちょっと後で見よう。俺配信なんか、その閉めた、
閉めるねってミュートにしてみんなで見ようぜ。なくときどういうあれなんだろう。面白すぎるんだよな。笑えたわ。さあ残りは誰なんだろう。ザゴじゃなさそうだよね。庄司もでもなさそう。大丈夫か庄司。いじけてる。いじけてるのか。あでもテレポート絶対これ庄司じゃない。でこれで何監視してんのかな。監視ポジみたいなのがあるんか。庄司じゃないっぽいんだよね。これどこにいるんだ。ここで見てる。何をしてるんだ。でも他が誰かわかんないんだよね。 S ちゃんでもなさそう。ザゴケーキもなさそうなんだよな。でボブ、でもボブも今庄司を別にキルできたわけでやってないから誰だ。え、ここの誰か俺全然わかんないぞ。今回の動きザゴか。俺を殺した相手がわかんない。誰だろう。ボブ、エリマが閉じ込めてる。これ閉じ込めてもうでザゴが閉じ込めてボブを出さない。え、これ庄司か。 S あるか。使ったか今。そんな感じしない。固まってるところにいそうだね。はい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 、はい、一生終わる。お、いいキルになったかもしれない。これはいいキルかもよ。エレベーターの方に行かなければ。いやもうこれ結構時間で分かんなくなるね。お、え、テレポート、ま、いや、テレポート5っすね。ここにありました？これ5だよね。エレベーターにあって、テレポート前、僕、ロッカーで、S さん以外の全員がいるの見たんですよ、ロッカーで。まず、ボブさんがザゴーさんに閉じ込められてて、かわいそう。それ以外、全員そこにいたっすよね、ロッカーに。うん、周りにいた。でも、テレポート5だったら、みんなどこにテレポートしたんすか？え、ちなみに、どこら辺で見つけたんすか？俺は、僕、エレベーター。そう、私もかんない。エレベーターのダクトの。セキュリティで、ボブくんと、庄司さんみたいな、テレポート5は。僕、エレベーターっすね。ダクトの真下？ダクトの真下のエレベーター。俺、シアターだと思う。ボブくんじゃね？え、な、何ですか。ちょっと今の何ですか。なんかめっちゃ多かったな。怪しくなっちゃうよ。なんだって俺テレポートした時はオフィスいたんすよ。いやでもなんか最後僕なんかそこに行くボブ君見たけどな。このレンズだったらシェルフ出ていいけど。待って、おらんか、死んでる。俺死をしていいすか。なんもないっす。僕もてるてる可能性あるな。ボブ死んだか。じゃあボブ君か。いや、俺シェリフっす。え、マジっすかそれ。あの、ちなみにこれ案内さんダクトが出てきたとこ俺が殺しました。いやそれ嘘っす。絶対。え、僕シェリフなんすよ。え、一旦スキップして僕ボブさんのこと倒していいっすか。うん、え、待って、はい、え、だってボブさん、あれ案内さんがあれってことは、え、おかしくない？そうか。案内さんが。てるてる。あ、ワン。人狼だったら絶対ヤスさんのことああいう形で釣らないと思う。いやこれ絶対激さんすよ。僕はエリマさんとも。え、これボブ君てるてるじゃない？絶対激さんす。え、一回じゃあクールタイム、キルクールタイムないんでシェリフ。え、僕ボブさんやっていいですか次？ケーキが死ぬ。やっちゃおうぜ。ケーキが死ぬ。ケーキが死んであれみたいな。死んだっす。ケーキ死んだ。テルテル。ケーキくん。テルテルじゃん絶対。ボブくんが。テルテルだな、危ないね。じゃあボブくんが。俺、マジであれっすよ。セリフ。違う。え、俺セリフっすよ。冷静な違う。ビュアル。え、待って、もしかしてだけどさ、ケーキくんがボブさん追っかけてくるとき、俺がちょっとかぶさったから、俺のこと噛んじゃったのかな。いや。ないか、さすがにないか。いや、うん。え、でもマナちゃん目線。え、くどいけど怖い。なんかだからボブ君がてるてるで、これはてるてるのせいで。うん、わかんない。え、マナさんどこ行った、その1個前の試合。1個前の試合、テレポートテレポートで死んだ時の。お、ザゴー君が。そう、テレポート先どこっていう感じでしょ。ちょ、テレポート先どこ。え、待って、覚えてないかも。もうちょっと覚えてないかもしれん。でもこれで人、ここで一人つんなかったら4人なんで、まあ、あと1回耐えれんのか。え、でもさ、でもこれケーキ君がさシェリフの、うん、なのは確定だと思うんだよね。私もそうだと思う。いや、あのクールタイムでボブさん逃げてて、でケーキ君があそこで死んでるから、うん、シェリフで噛んで失敗したっていうのはあるんだけど、
だから多分ケーキ死ぬのもおぼさんの指導はほぼ確定。え、だから鬼に噛まれてるって感想はないあるの？いや、あれキルクルタイム的にないね。暗いからね。うん、キルクルタイム的にそう。ずっと人の邪魔しかしないからな、今回。で、ケーキはさ、ボブがさ、人狼だと思ってさ、使ったのに俺、自分が死んでさ。めちゃくちゃ面白いな。ケーキの反応も見たいな。へへーみたいな感じ言っとるかな。いやー見たい。この試合相手視点をよく見たいな。いや面白いな。意外となんか新要素あって、ね、複雑になるんかなと思ったけど割と簡単ではあるね。いやーおもろ。あかんかんかん。笑いすぎた。笑いすぎたわ。さマナちゃんはあんま疑われてない。つまり結構いい状況で、ボブがもう釣られないから。てるてるバレちゃったからねボブ。こうなるとどうするのって話なんよ。てるてるはもうこうてるてるってバレたら死ぬ罪だから、もう殺す、どっちに勝たせるかはもうボブ次第みたいな。ボブがあえて死を選んで人狼側に勝たせるのかみたいなね。あと1キル欲しいよね。はい、タスク越して、まあ、52%。マナちゃん的には誰かを殺したいんだけど、なかなかで意外とザゴーがちゃんと監視してるね。いろんなとこから見られる位置にみんないて、ザゴー、まあ、妨害テレポートして殺すかみたいな感じやな。これはテレポート以外ありえんかな。ケーキやらかした。ちょ見て、マジでマジで見て、マジで見て、くそ今見てえもんだって。もう本当に面白い、本当に面白いなこの試合、本当に面白かった。さあテレポート使おう。ナイス。マナちゃん IQ 高い。今は殺せない。で、このテレポート先でやりたいよね、できれば。レストランに一人いる。お、呼んだ。あ、面白い。ちょっと面白すぎる。はいはいはい。あ、死んでる？死んでない。ボタン残ってる人誰ですかと。俺残ってます。オッケー。やばい、フリーズした。やばい、私もだ。ダメだわそれ。多分ディスコードのミュートを解除したりとかすると裏紙一回行くと終わる。これ、ね、もう動かなくなっちゃった、ね、これ僕も動かない。でもちょっともうダメだ。あれこれまさか裏紙行ったら動かなかった。じゃあこれ多分動かなくなっちゃったんで、うん、誰が人狼か制度で言って自白しよう。じゃあそうする、うん、じゃあ当てたら市民チームの勝ちね、外したら人狼の勝ちでいこう、うん、僕エリマくん。エリマくん僕庄司さんっす、はい、私も庄司さん。え、俺は俺っすね。てるてるやめてない。てるてる確定。いや俺っすね。てるてるやもん。庄司さんかな。庄司。じゃあ発表を、じゃあ本人が。発表します。じゃあ僕からいいっすか。はい。はい。僕白です。僕も白っす。僕も白っす。私黒です。ありがとう。おめでとう。おめでとう。女の子が勝った。ボブくんてるてるつけちゃったもんな。おめでとう。なんでやらかした。やばい、ちょっと待って、ほんまにやらかした。え、何やばい、マジでやらかした。何やったの俺だった。あれターンが始まって、もう潜りました。見つけた瞬間に殺そうと思って殺したらエリマさんで。だよねだよねだよね。ごめんてるてるって多分殺せるらしいんですよ、セリフで。はいはいはい、はい、そうだよ。だから普通にいつも通りボブさんをやってたら、もう僕とエリマさん白角で。あ、そうなんや。てるてる殺せるんや。やらかしてるやん、シンプルに。え、俺大先輩してる。俺が大先輩。めっちゃ面白 い, ういうあ。ありがとうございました。俺の釣られ方おかしくないですか？ね、違う違う。もうじゃあちょっとあのやった、また俺最初やぞ。死んだの。いやめっちゃ面白いんだけど。うん、完璧な立ち回りだったのに。ね、すごいすごかった。マナちゃんやっぱ嘘うめえな。スルーされたよ。結構うまかったですよね。ねうまい。チャウト君今回めっちゃやられてたね。え、だどこでやられたの？案内さんがダクトでピョンピョンしてるの見てたんですよ。ははははは。近くで死んでたんですよ。あ、そうなんや。ごめんごめんごめん。オフィスの角にいたペンギンを僕がやって、うん、ダクトに逃げ込んだんですよ。で足音すごすぎて、うん、なかなか動けねえよな、ここにいるかっていうところを多分見られてます。はいはいはい、あれ貫通するんだ、おもろいな。